はい、腰の字ゆうちゃんです。今日はですね、肩ですね。よく肩をこう回すと、肩がほぐれますよね。肩回しっていいんでしょうか、また何かコツがあったら教えてくださいという質問いただいたんで答えさせていただきます。回すのは全然もちろんいいです。上げたり下ろしたりするのもいいです。ところがですね、やっぱり前回しと後ろ回しってありますよね。これね、使い分けてください。人間の体というのはまずですね、肩後ろ回しと前回しってありますよね。後ろ回しはね、ゆっくり回すのに向いてます。肩というのは後ろはゆっくり回す構造になってます。で、前というのは早く回せる構造になってます。だから、早くちょっと動かしたいときは前にこうやって回す癖をつけてください。この方がほぐれるということです。で、後ろに回したいときはゆっくりと回すね。ゆっくりゆっくり回すように心がけるようにしてください。そしたら肩周りすごくほぐれます。これは四つ足動物から僕ら進化したと体を考えたらよくわかります。四つ足動物ね、チーターが走るときは肩を前に早く回して走りますよね。後ろに早く回して走るチーター見たことないですよね。ところがチーターも伸びするときはこうやってグッとこういうふうに伸びますよね。つまり肩というのは後ろにはゆっくり回る構造になってて、前には早く回る構造になってますから、肩回しをね、普段からちょっとやって肩をほぐしたい人はですね、前にはちょっとだけ早く回してみる、後ろはゆっくりゆっくり回してみるようにしたらよりほぐれますんで、ぜひね、そういうふうに取り入れるようにしてください。で、肩が全然動かしてないのでね、今の人ね、固まってパソコンばっかしたりスマートフォンばっかりしてやったりしますから、動かすこと非常に大事。もうこっから先ばっかりこうやって動かしてる人ほとんどなのでね、こっから先ばっかり動かしてね、この肩自体をこうすくめてね、動かすようにっていうのはすごく大事ですので、上げ下げすんのもいいです。で、その時にですね、顔はとどめておくように、心がけてみてください。だから顔をとどめようとすると、まあ、緊張するから、ちょっと目線ですね、目線を正面よりほんのちょっと斜め上を見て、その目線をしっかりそこ定めて、その状態でゆっくりと後ろ回しなら、こういう風に肩を回すようにします。その方が肩から首にかけてが非常に緊張が緩んできます。首もこうやって一緒に動いてしまうと、酔いますし、フラフラするし、首の緊張が取れませんので、顔はとどめておく方が実は、首の周りの緊張が取れるから、目線を定める、縦腰ではこれを瞳を据えると呼んでるんですが、しっかりと瞳を据えて正面よりちょっと斜め上の一点を見つけて、そこをぼんやり見つめながら肩を回してあげるといいですね。前に回すときも一緒です。目線をあちこちやるんじゃなくて、そこをしっかりと瞳を据えた上で肩を回してあげると肩はほぐれてきます。ただ単に上下にする上げ下げストンと下ろすときも一緒ですので、ぜひこう瞳を据えてやるようにも心がけてみてください。で、できたらこのね、ゆうチャンネルでよく言っている通り、体をさすってあげるというのは大事だから、やっぱりこう優しくさすってあげてからね、よしよしとさすってあげてから肩回しすると、もっとそう効果が出てくるので、こんな簡単なことをね、続けるだけでも、肩こりって楽になったりしますから、ぜひやってみてください。で、ね、今日は新しく、意外に知らない人も多かったと思いますけども、肩は前には早く回りやすくなっていて、後ろはゆっくり回せるのに向いていますから、その使い分けね、やるようにしてください。今日のお話は以上になります。ご質問ありがとうございました。もし何かね、参考になりましたら、今日のお話が参考になりましたら、いいねのボタンを押していただければ嬉しく思います。また質問が ね、どんどん受け付けておりますのでね、質問していただければ嬉しく思います。では